ライムベル！クロパイル、ベル、今助けるからね。生きがるのはいいですが、一体どうやって助け出すというんです？こうしてライムベルの首元に私の刃が突きつけられているのが見えないんですかね。クロ、もう少し我慢だ。それでは交渉といきましょう。この娘の命が惜しくば、黒と赤でお互いに殺し合いをしてください。この世界でやられてしまったら一体どうなるか、誰もそれをここで確かめてみましょうよ。そもそもお前自身が手を下さないとレベル10の条件は。ええ、だからお二人の HP が1割になったところで私も参戦させてもらいますよ。バトルロイヤルしようじゃありませんか。ローネ、どうするのですか。やるしかないな。ここは奴に従おう。こんな状況でてめえと決着つけるのは本意じゃねえが、人質を見殺しにできるほど落ちたくはねえからな。行くぜ、ロータス。来い、スカーレットレイン。し、はあ、なるおー、喰らいやがれ。し、こんな時なのに僕は見ているだけなのかって。マスター、すみません。二人とも焦るな。いいものですね、こうして王同士の戦いを眺めるというのは。しかし赤の王の弾幕による煙が邪魔して時折視界を遮るのはイラつきますね。これではここぞというタイミングを逃してしまう。視界がぼやけて。なんです？これは王たちが消え。どこから矢が。え、これってサンクス、フィリア、シリカ、そしてシノン、無事に。貴様らさて、これからが本番だな。そうだな、アスナ、すまん、回復を頼む。ケイ、任せて。貴様たちごとき、人質なぞなくとも倒せるんだ。死ね、死ね、死ね、死ね。その程度ですか。これで
ことですか。バーストリンカーとしての心意気ってのが最も大事なんだよ。これで決めてやる。ほーら、ほーら、スターバースト、チェックストリーク。手加減はしないよ。ほーら、これで決めてやる。その会はあったぜ。二人とも GG、 いいファイトだった。フィリアとシリカ、シノンもお疲れ。いいえ、リナが頑張ってくれたおかげです。体が小さくて目立ちにくいシリカにしかあの吸収はできなかったわよね。小さいは余計です。フィリアもスプリガンならではの幻惑魔法なかありがとう。まさか敵さんも自分と同じような技をかけられるとは思わなかったみたいだね。私もだいぶ距離があったから狙い撃ちできるか不安だったけど、うまくいってよかったわ。いい狙撃だったザシノ。あ、なるほどな。最近やってるとか言ってた FPS でスナイパーっぽい立ち回りしてるんだろう。だからあんな距離からやってみるって提案したのか。あんたそうやって人のこと詮索しまくるのやめなさいって。シノさん FPS やるんですね。この時代のやつ僕もやったことあるかもしれません。さすがに20年以上も前のはやらないんじゃない。こいつレトロゲーのそういうジャンルを集めるのが好きなんだぜ。へえ、そうなのね。さてラベルのはこれくらいにして、キリト、お前らいいか。今私らが戦った木の王はぶっちゃけ偽物だ。うむ、やっぱりそうですか。言ってることや思考は本人にかなり近いが、どこか形式ばってた。簡単に言うと情報圧を感じなかったわけだ。情報圧？そうですね、ニコ独特の表現なんですけど、簡単に言うと仮想世界におけるプレイヤーが持つ気合とか陶器とかオーラとか、そんな感じのやつです。なるほど、いい表現だな。 VRMMO らしいし、しっくりくるぜ。あ、チーア、そのアバターになったんだね。
かわいいよ。かわいい。やめてよハル。なんだと。ハルユキ君、今何と言った。これはそのちゃうんです。おめえらな、私が大事な話をしてんのによ。ニコちゃんごめん。あのさ、もう少し私にも分かるように説明してもらっていいかな。ああそうだな。リーダー、恒例の解説頼んだぜ。わかった。別にニコがしてくれてもいいんだぞ。そういえば今回も手に入れたな、このオーブ。ああ、今度はクリプトコズミックサーカスか。赤のオーブに続いて黄色のオーブか。このまま7色揃っちまったりしてな。そうだな、純色のオーブとでも呼んでおこうか。赤のオーブは赤の王2個の偽物から、木のオーブは木の王の偽物から。ええ、今後も王のゴーストデータからオーブがドロップすると考えるのが自然ですね。その王ってのはどれくらいいるんだ。7人だ。鮮やかな色彩のデュエルアバターを持つことから純色の七王と呼ばれている。なるほどな。ということはオーブを使う祭壇もそれだけ存在しているってことですよね。ですね。今ゲットしたオーブを使える場所も探さないと。ああ、ひとまずここから出よう。祭壇探しはそれからだ。